本番前に送ってよん、男、やだー。本番後ね、女、無写真見て本番頑張りたかった、じゃあ楽しみに頑張る、男、ごめん、楽しみに頑張ってきて、女、画像。男が A 子さんに送らせた画像とメッセージ直後、男はステージに立っていた。男の正体は、健三増田、こと増田健三、26。ダンス界では知られたカリスマダンサーだ。日大芸術学部演劇学科卒業のイケメンで、ダンススクールの講師もしています。ゆずのバックダンサーやスマップ、関ジャニ∞のツアーダンサーとしても活躍。昨年末は紅白で郷ひろみと嵐のダンサーも務めました、スポーツ指揮者。さらに、増田は、不滅のアイドル、と韓国で呼ばれ、日本でも熱狂的なファンが多いデュオ、東方神起ともタッグを組んできた。日本で開催される東方神起のライブツアーには2017年から毎年参加している。また、増田は男性19人からなる人気ダンスグループ、ガンミの中心メンバーの一人でもある。アメリカ・ロサンゼルスで開かれたダンスの世界大会、バイブダンスコンペティションに参加するために結成した。そして16年に日本チームとして初優勝を飾るのです。W-INS に振り付けを提供したり、レッドブルの広告にも出演し、ミュージックステーションで取り上げられたことも。ダンスの実力は折り紙付きで、ガンミの中では、兄貴、的な存在です。同然、ガンミは昨年3月から全国でライブを開催。冒頭のメッセージは、19年11月13日、石川公演の際に送られたものだ。だが、一つ問題があった。このやり取りの相手が、中学生の女の子だったのだ。増田の知人が明かす。増田は18年の夏、当時中学2年生だった美少女モデルの A 子と地方のイベントで出会いました。清楚系で可愛い彼女にぞっこんでした。当然、A 子は親に交際を内緒にしていました。地方都市在住で実家暮らしの A 子さんと、東京を中心に活動する増田との遠距離恋愛が始まった。